長明朝は台湾の医師、語術家。漢学、経済学、中国医学の研究家であり、雲門前、東派、仙道、南花密教、明朝派の継承者でもある。特に、熱漢分類による中国医学と語術を日本に伝えたことで知られる。なお、語術家としての名は蝶陽文と称する。1934年3月20日、 日本統治下の台湾大中洲に生まれる。長家は民の最小、長巨星の子孫と自称しており、長巨星が書き残したとされる、形成催眠書という文章を伝承する。その教えに従い、一家は台湾人初の東京帝大卒者を生むなど、高学歴であり、医者や官僚、政治家などを輩出する。また父、長期は、消化圏院林に委員を開業する。 西洋医学の医師だったが、母方の祖父は、台湾で著名な漢方医で五十塚のオーブン沢であり、長命長も幼少時から科学としての漢学、中国医学、工術を父から仕込まれ、特に、召喚論、投資三百種、敵天髄などは、丸暗記させられ、できないと無知で打たれたという。その反発から会社の道には進まず、中高大学で農業経済学を学ぶ。 学生時代は卓球の選手として知られ、台湾第3位の実績を持つ。卒業後徴兵により2年監禁門島のダムの中で過ごし、期間後は高校教師となる。1964年、農業経済学の知識と日本語コンクールで優勝するなどの日本語能力を買われ、日本の経済産業省にあたる中華民国行政院経済部専任官に採用され、 もっぱら、日本との通商交渉にあたる。この頃たびたび来日して、中国医学の指導のほか、明朝後術の紹介も行う。1967年、五役、不役漢文の読めない漢学者たちを日本で出版するなど、盛んに執筆活動を行う。また、徴用文の名で、鬼門遁公天書、地書表中などを発表し、 台湾で一大気門遁行ブームを巻き起こしたのも、この前後である。1968年、壊れて、青ー高尚学院講師に転じ、1970年から大道工学院副教授となる。1972年、笹川良一の関わる松山市の健康団体での、気候、中国医学指導のため祭祀ともども、日本に移住する。 さらに1977年には家族揃って日本に帰化し、戸籍名を小島誠一と改める。1988年、船橋市に居住し、中国医学交際交流学会代表として、主に東京都内で中国医学講座を開き医師や薬剤師らの指導にあたる。1994年、南花美教学の講座を開講。 名朝語術の講座も開講する。この頃から自分の学問体系を、漢学、経済学、中国医学、南花見教学、人生生形理学の語尾門に分類し、陰林学と名付ける。出身地の台湾陰林と、樹林、京林、竹林など、学問分野に、林をつけて呼ぶ習慣とを掛け合わせたものという。2004年11月1日死去。500 具役漢文の読めない漢学者たちで、投資戦をはじめとする投資の語訳や、原文の間違い、一いの至らなさなどを通列に批判した。同書の目次を一部列挙すると、という具合に非常に挑戦的である。特に批判の対象となったのは、吉川幸次郎の新投資戦や、前の直昭の投資戦など、岩波書店から出版された漢詞の翻訳であり、 蝶は激しい調子で王冠の領収詩などに対する吉川らの解釈を否定した。発表当初は中国文学界からは目殺されたが、後になって監視解釈の専門家である松浦智久が蝶の説を取り上げ、吉川の解釈と比較して検証をしている。松浦の検証によれば王冠の領収詩に対しては吉川の解釈も蝶の解釈も 両方歴史的に見て正しく解釈として成立するものだという。さらに、間違いだらけの漢文では、投資の他に収益の解釈や功労務など白話文の公約についても言及している。特に、収益については、収益の真実で当時の漢字つまり、甲骨文や金石文で使われている漢字の意味で解釈するべきであるとし、その順序も羊さるけから始まり、 関係で終わるように改めるべきと主張する。これについては、観学者からの反応は全く見られない。また、語読だらけの山大国では、疑似、和人伝を正しく読めば、山大国の位置は、出水平野にあったとするが、これについても反響が乏しく、これといった賛同も反論もない。経済学に関する著書は出版されていないが、農業経済学部出身の上に、 台湾政府の経済部の官僚として、対日交渉の現場にいたことから、経済の実態に関する知識が豊富である。例えば、当時の日本は台湾を援助していたが、対日交渉の切り札は、台湾側から援助を断ると脅すことであり、もともと ODA などの対外援助は、相手国のためにあるわけではなく、援助する側の利益のためにある、という視点を持っていた。 実際、日韓基本条約も、日中国交回復も、賠償の代わりに援助を行うというものであり、日本は常に、対外援助によって、経済を発展させてきたという。つまり未だブランド力の低い日本製品を売り込むには、通常の競争では負けてしまうため、対外援助の名を借りて、税金で自国の企業を補助したものという。また援助には、 キックバックや利益を得る企業からの献金やリベートなどもあり、一部の政治家には命綱となっている。この方式を台湾や中国も模倣して対外援助を行っているという。台湾で農業経済学というと、京都帝国大学で農業経済学を学んだ李登輝がよく知られるが、長命朝の一族は政治的立場も李登輝に近かったという。また、 加減の形成催眠書のうち、催眠の部分は、ホテル、飲食、風俗営業、マスコミ、教育など、民間における企業経営について論じたもので、蝶明町の経済学における専門分野が、サービス商品特に、ホテルサービスであったことと関連があるものとみられる。蝶明町によれば、中国医学において、情報の整理は、解釈には頼らず、ひたすら、 分類によって整理され、バラバラの断片的な情報から共通の法則を探し出すことに成功してきた。そして、その分類の方法は、音量的分類、つまり、相反傾向を設定した分類から始まったという。そして、中国医学の分類の中でも、最も基本的な音量思想に基づくものが、熱感という概念であり、薬物をその効果によって、 温熱薬と官僚薬にに分類する。これを概念的に、つまり西洋医学的な解釈を加えて整理すると、温熱薬とは交換神経を興奮させる薬物であり、官僚薬とは副交換神経を興奮させる薬物であるとわかりやすく定義づけできる。病気の分類に関する定義は、薬物の分類に対する定義をそのまま利用し、熱症をと、 感傷として設定される。熱傷とは、官僚薬的養生場であり、感傷とは、温熱薬的養生場である。つまり、診断によって、熱傷か、感傷が決まったら、熱傷には、官僚薬、感傷には、温熱薬を投与すればよいことになる。次に、大切な、分類が、補釈であり、保薬とは、体力増強、敗者抑制、補欠、強診、 などの作用がある薬物、射薬とは体力消耗、排射促進、破血、外心などの作用がある薬物とされる。薬物の保舎に対応するのが病気の実況という分類であり、実症とは射薬適応症状、巨症とは保薬適応症状ということになる。つまり、診断によって熱症か干渉が決まったら、実症には舎薬、巨症には 子役を投与すれば良いことになる。熱感と実況という概念は中国医学における最も重要な基礎知識であり、特に熱感がわからなければ中国医学で治療を行うことは全くできないとされる。ところが日本の漢方では実況という概念はあるものの熱感という概念はなく中国医学の立場から見たら、 まるで無原則に薬物を投与しているかのように見えるという。もう一つ重要な分類に、表裏というものがあり、表裏、熱管、実虚の組み合わせで、表熱実証から裏環境省まで8タイプの分類ができ、これを、八項という。八項の構造は、液の発見の構造と全く同様であることから、中国医学の分類方法は、液系理論に依拠するものとされる。 最古の中国医学書である召喚論は八甲理論に基づく医学であり、熱感が分からなければ使い物にならないといい、日本における召喚論理解は漢文の読み方の上でも間違いが多いという。表裏、熱感、実況は、さらに三章、四葉、六陰、四章などに再分類され、五行理論や十二経絡、など、 音量以外の分類法も加えると非常に大きな体系を形成する。特に、超数順の紙幣法在自家分けは1200の証分類を実現した中国医学の最高レベルとする。密教秘伝、最有機では南花密教の用紙が公開されている。中国において密教は東朝末期から新朝末期までの間、1000年以上も弾圧され続け、 寺を焼かれて僧が殺される迫害は何度となく繰り返された。法に触れずに学ぶことができるようになったのは侵害革命後のことである。そこで中国南部洋子江南岸地方の密教信者たちは表だって寺院などを持たず在家小児として密かに密教を報じ、法等を守り続けた。中国南部つまり南花地方の密教なのでこれを南花密教と呼ぶ。 最優記とは、そのような密教信者らが、南花密教の秘技を、比喩や暗悦の形でまとめ、密かに怪奇小説の中に閉じ込めたものである。南花密教の内容は、経典、伊者実学、秘術の四部門からなり、最優記にはこれらの四部門がすべて網羅されているから、比喩や暗悦の意味さえわかれば、そのまま教科書として使うことができ、面白く読んでいるだけで、 南花密教の真髄を知ることができるという。例えば、登場人物のうち、現状法師は、三蔵で、教典研究者、孫悟空は、悟空で、広報実践者、諸八戒は、悟るので、戒律守る持ち者、砂尾城は、五条で、寺院経営者というふうに、それぞれの立場で進むべき二つの道を指し示す。例えば、物語の主役が、三蔵ではなくて、 悟空なのは、悟りへの近道は、広報の実践にこそあり、経典を読むことではないということを表している。そして、修行の妨げになることや、人生の完成は、妖魔として表現され、六位への渇望のことを、広報界、金銭的誘惑のことを、金閣、銀閣などと例え、悟空の手に負えない妖怪に対しては、様々な神やフッを登場させて解決し、 現実の欲望などへの対処法を教えている。南花密教の秘伝は、現代科学の目で見ても合理的であり、非常に効率の良い修行方法をとっていることを特徴とする。もう一つ大切な点として、南花密教は、在家ゴジラによって伝えられた教えだけに、もっぱら個人を基盤としており、多くの宗教のように、教義や教団のために信者が、 犠牲になるような考え方を取らないという。南花密教の伊佐は、カギ派など、チベット密教の影響が、色恋が、こう尊重する立場から、チベット仏教の正教一致にはむしろ批判的である。語術とは、あらゆる情報に、駅形や、監視という記号をつけて類型化する、記号類型学による、人生の構成要素、つまり、運命を見る方法の総称。命、 占い、そうい山という語分野に分かれていることから、語術と呼ばれる。蝶洋文が日本に語術を伝えたのは、1965年頃のことで、それまで日本には語術という概念が全く存在しなかった。語術は、記号類計画とも言うように、統計的な分類作業によって得られた経験則である。従って一人の人間が一生を費やしても、 ただ仮説を提示することができるだけであり、集団が世代を重ねて集計し続けた結果として、ようやく何らかの結論が得られるものである。そのような作業を行う集団を、門派と言い,い、特に明朝時代には、多くの門派が、後術の技を競い合ったという。門派の存在基盤は有力者の庇護の下で、権力闘争を受け負った一種の紙幣組織と考えるべきである。 ところが、新朝時代は満州族の支配するところであり、次第に門派の存在基盤は失われ、特に福建省の門派の多くは台湾に活路を乱すようになる。蝶明朝の人生整形理学のもととなった明朝派とは、そのようにして台湾に渡った門派のうちの一派であると考えられる。蝶明朝家の言い伝えによれば、明朝語術は、 明朝の万歴帝の時代以後に、復権省に生まれ、その初代は、梅スカという女性であり、十数巻の家伝書を残したという。長明朝の名付けをや祖祖父にあたる、第十代手の平門のオーブン沢であり、長明朝の生誕時に、その紙幣名式を見て十三代手の平門とすることを決めたという。なお十一代手の平門は、王文沢の長男で、 王うきふと名乗ったが創生したため、十二代は、王うふ沢の孫である長期つまり、長明長の父親に託され、公式には空位だという。中国では、世代の数え方は厳密であり、長明長は十代王分、沢の彦にあたるため十三代となる。また十四代手の平らは、長明長の義兄弟である、コ明徳の長男で、長明長の最初の弟子でもある、コウケが、 甲府実りの名で引き継ぐよしである。前述のように、長命朝は1966年の千人館時代に、鬼門遁光天書表中、鬼門遁光地書表中などの門遁豚書を、蝶陽文の名で発表するが、具体的な作版法や使用法が書かれた鬼門遁章書が出版されたのは、この2書が世界初である。その後、2書の成功の影響を受けて、 多くの鬼門トン書が出版されるようになったが、内容についても影響を受けていないものはない。また、これら書籍の出版には、義兄、小明る徳が協力しており、古術家としての名を、超養分と名乗るようになったのも、小明る徳の一字を取って、養分としたものという。古術すなわち、命、占い、層、異、山という分類は、機能的な分類方法であり、 これを方法論的に分類したのが、六大化、三式、三点という項目である。六大化とは、三式と三点を合わせた言い方であり、語術の中でも、学問分野と認められたもの、特に、四個前書に収められているものを指す。三式とは、対人数、鬼門遁行、六、水の絵進化という三つの語術体系のことであり、対人数を、 天式、鬼門遁行を、知識。六、水の絵進化を、人式といい、天ね、地、人が揃うことから、三式という。いずれも古くからその名を知られる十数である。天式とは、天時を得ること、知識とは、地理を得ること、人式とは、人はを得ることであり。特に、風水において、三式が徴用され、それぞれ、大風水、鬼門風水。六、 水の絵風水という。三点とは、唐液数、星平開会、宿陽遠近という三つの語術体系のことであり、唐液数を上点、星平開会を中点、宿陽遠近を下点という。これら三式と三点を合わせた六種の語術体系を六大化という。例えば、対位人数は特に側極が有名だが、対位のちり、 大位戦木、大位風水など、命、占い、層が揃っており、語術体系と言える。鬼門遁甲や、六、水の絵神化も同様である。ただし、糸山については、必ずしも体系ごとに、独自の記号類経過をしないものもある。六大以以外の語術体系はほとんど存在しないが、シビと数だけは一応、命、占い、層を揃えているので、 宿用を遠金に変えて3点に含める場合もあるが、死人数は4個前書に収められていないため、公式には点と認められない。他に、命の鉄板人数、風水の三元派、三号派、減空派など六大化以外の方法論がある。長明長によれば、合術と六大化は、もともと同じものを別の角度から分類し直しただけであり、 六大化を知らなければ、五術を知ることはできないという。名朝派の五術は、六大化全科目を網羅しており、非常に稀有な門派といえる。徴用文が1968年に台湾で発表した、鬼門遁行天書表中、鬼門遁行地書表中、洋宅遁行図表中などの鬼門遁行書は、世界で初の鬼門遁行解説書であり、 それまでキモントンの作版法や使用方法について常人に理解できるように書かれた書物は一冊もなかった。超洋文のキモントン書は台湾で一大キモントンブームを巻き起こし内容を真似たり改変した書物、海賊版などが次々に出版され、やがて香港、日本、大陸他でも同様の現象が起きている。現在、日本を含む 世界中で行われている、鬼門遁荒のほとんどは、徴用文の鬼門遁荒書をベースにしたものか、またはアレンジしたものと考えられ、少なくとも影響を受けていないものは解無と言ってよい。日本において、徴用文の鬼門遁荒を特殊、異端などとする向きもあるが、これは本末転倒と言うべきである。蝶陽群の肝音頓荒には、立甲版と座山版というものがあるが、これは、 それぞれ、天書派と地書派という、別々の尺版法を使い分けるために区別するもので、ある。徴用文の明朝派のように両方の番号を使い分ける、門派は珍しく、台湾に残った鬼門遁公の門派は、ほとんどが地書派だという。ただし、そのような門派で名乗りを上げた者は皆無であり、そのまま消え去りつつある。肝音遁公は、非常に古い時代に成立した十数と言われ、 対人数、六、水の栄進化と合わせて三式という。中でも、鬼門遁行は知識であり、地理という条件に優れているとされる。つまり、風水の乱闘や道土に使うと効果がより大きく、身の移動にはそれほど効果的ではないため、座山を重視する地所派の方が主流となる。ただし、天所派も地所派も立交板。 ザ3番という番の使い分けはないものの、同じ番で、立向きとザ山を使い分けるから、運用上の主張があるわけではない。ありがとうございます。